レディオでござんす、その89回。イエーイ見つかんない。見つからない。見つからないんだよね。俺90回までちゃんとちっちゃいやつ作ったんやけどね、見当たらなくて。わかんないですね。さっきね、一回トイレ行ったからトイレも見に行ってみようと思って見に行ったけどなって。というわけで、ね、5月。これ89回です。もうやばい、はい、もう崩壊してる。ついでに、うん、俺一個だけずっと気になってんだけどね、はい、俺のね腕がね4次元空間から飛び出てんの。どういうことですか。わかんないな。え、空間から俺の腕が生えてるの。え、どういうこと、これ、うん、俺の腕。いや、そんなことないんですよ。空間から生えてない。生えてないって。いや、これはこういうのはフィーリングですから。4次元の。違う、これはフィーリングですから。4次元の。そういう細かいことはいいの。というわけで5月15日発売リビングね、僕たちのサードミニアルバムの中身を紹介するというこの回、はい、前回 1,2 曲目紹介したので、はい、次3、4曲目をね、はい、紹介していきたいと思います、はい、今流れてる、この曲です、3曲目はマーマレード。マーマレードね、もうシングルとしては、リリースされてますけど、うん、このようにリビングっていうこうアルバムをがこうあったかいアルバムだよっていうのをこう印象をつける きっかけになった曲ですね、このマーマレードっていうのはね。そう、違います。わかんない。続けていいのこれ、ね、この、はい、ね、甘酸っぱい感じがしますよね。やっぱりね、まあこのなんていうんですかね、君が好きで好きで好きすぎて、ね、僕はいつまでこの気持ちを抱えていられるんだろうっていう、はい、この学生時代っていうかね、こうまっすぐな恋をしている時の少々みたいな、この歌詞が僕はものすごい分かりやすくて好きです。僕は先週から象徴がやっぱり出ちゃう。いいんですよ。いいじゃないですか。別に伝わってないってことないんだからね。そういう感じですね。まあ、青春時代を経て今ね社会人として働いてる方もこう学生時代を思い出せるというか、なんか甘酸っぱい気持ちを思い出せる一曲にもなると思いますね。ぜひ聴いていただきたい曲です。マーマレードでした。はい、ちょっと結構うまくいったんじゃないですか。そうですか。そして、はい、4曲目、はい、ね、これは僕たちの、まあね、デビュー当時からのファンの人は気づいてるかもしれないんですけど、この4曲目は6月のレインという、ね、実はレディオサイエンスで僕たちがやる前のララカイトという、まあね、コンビを組んでたんですけど、その当時からあった昔からあった、曲を今回初めて、はい、アルバムに入れることになりました。6月のレイン、本当に10年前とかじゃないですか。そうだね、デビュー前ですからね、うん、ね、この曲、まあもうこの曲も僕大好きなんですけど、うん、まあね、歌詞の内容を、まあ、ずっと喋るのもあれですけどね、6月の雨がね降ると、まあ、その当時のこう付き合ってたことを思い出すみたいなね、そんな曲ですね。なんか僕はこう昔の恋をねこれをねこう思い出しちゃったりするんですよね。なんで笑ってるんですか。いや、すごい僕は大好きですこの曲。レコーディングの、思い出としてはとにかくたくさん、まあ、全曲そうなんですけどコーラスを多めに、入れまして、うん、だからいっぱい入れた分とにかくこう音源として温かい、一曲になってるんじゃないかなと思います。それも聞くポイントじゃないかなとそんな風に思ってます。温かくないじゃん。温かくないです。切ない曲です。切ないけど、そう、うん、切ない。それでは、ね、次ラストですよ。しっかり締めていかないと。まあね、僕、うん、のレインね、ルイさんも喋らないとダメよ。俺から喋ったら振ってくれればね。ああね、どうですかみたいなこと振ってくれれば。あ、そうかそうか、振らないといけないんだね。うん、それでは、
締めましょう。振らないの？振らないの？どうですか、この2曲に対して。この2曲に対して思い、そうですね、6月のレインは、うん、だ今回アルバム作るときに新曲もたくさん作ってたんですけど、うん、そうですね、あの他の候補はたくさん あった中で、うんうん、まあ、リビングっていうタイトルを俺が決めて、うん、それに合う曲を選んだ結果、うん、復活したんだよね。いや、この曲しか入らないという、うん、リビングならこれ入れたいなっていうところでね、うん、はいはいはい、なんかまあだから出したい新曲他にもあるよ俺は。いや、出しましょうよ、出しましょうね。だからまだまだ、そうですね、ね、まあまあと言いつつ、はい、次の回も、リビングの、5曲目6曲目について解説していきたいと思います。はい、それではレディオでござんす、その89回でした。はい、バイバイ、バイバイ。